光の場合はこれは真空に近ければ近いほど、要するに余計な分子とかが少なければ少ないほど速くて、まあ、要するに空気分子が余計なものが入ると遅くなります。そうすると例えば地球上であれば1気圧、ああなるほど、温度が高い方が分子数密度は小さくなるから、温度が高い方が真空に近くなる、密度的に、だから光速は速くなる、だから光の音も温度が高い方が速いので、こういうね大雑把な認識を勉強していく中で持っててるかどうかというのは非常に大事なことなんです。